ウチョウモートンはミャンマーの外交官で現職の国連大使である。国連大使に就任する前は2016年から2018年にかけて外務省の国際機関経済開発局長を務めていた。チョウモートンは1969年7月28日に生まれた。ヤンゴン大学で国際関係論学士を留学先の日本にある国際大学で 経営学習士プログラムを2004年に修了し MBA の学位を取得。1993年11月、三党書記官として外務省に入省。1997年、ジャカルタの在インドネシアミャンマー大使館三党書記官として配属され、まず三党書記官として、ついで二党書記官として2001年まで報職。インドネシア在勤後は、 2001年から2002年にかけて本省の議典局で課長、局長補佐を務めた。2005年7月から2009年1月にかけてニューヨークの国際連合ミャンマー政府代表部で一等書記官、三時間として報酬。その後、2011年に在シンガポールミャンマー大使館三時間として赴任し、まず三時間を務め、 ついで2012年まで講師3時間を務めた。続いて2012年4月から2015年3月にかけて国際機関ミャンマー政府代表部で講師3時間として報酬。2015年1月国際機関経済開発局部長に任命された後、2015年3月に副局長に昇進し、2016年9月には局長に昇進した。 2018年7月28日、ジュネーブ国際連合ミャンマー政府代表やジュネーブ軍縮会議ミャンマー政府代表部大使を含む、ジュネーブ国際機関ミャンマー政府代表に任命された。在スイス大使、世界貿易機関政府代表、化学兵器禁止機関政府代表も、喧つしていた。2020年10月20日、ニューヨークの複数の国際機関政府代表を含む、 国際連合ミャンマー政府代表に任命された。2021年2月1日にミャンマーで勃発したクーデターを踏まえて、長毛トゥン国連大使は2月26日の国連総会で情緒的な演説を行い、軍事政権に対して国際的な行動を取るよう訴えた。大使は我々は軍事クーデターを直ちに終わらせ、罪のない人々への弾圧を止め、 国家権力を人々に介し民主主義を回復するため国際社会のさらなる強力な行動を必要としていると述べた。これを受けて彼は軍事政権から国連大使の職を罷免されたが国際連合や国際社会の多くはクーデターによる政権交代が国連に通報されていないこともあって軍事政権による介入を認めていない。BBC やニューヨークタイムズは 軍事政権は軍事クーデターの結果として生まれた事実上の政権であると世界的に見られていると伝えた。2021年3月1日、チョー毛ンは国連総会議長に宛てて自身が依然ミャンマー国連大使であると通知した。一方、ミャンマー外務省は翌2日、チョー毛ンの国連大使会員と次席大使の代理大使任命を国連に通報した。 国連事務総長報道官のステファン・ドゥ・ジャリクは国連でのミャンマーの代表者について複数の矛盾する所簡を受け取ったとし国連総会の下部組織新任上委員会が協議しその勧告に基づいて総会が決定するとした。しかし3日にミャンマーの国連代表部はミャンマー国軍が代理大使として任命したティンマウンナイン自席大使が辞任したことを国連に通知した。 2021年8月6日、米ニューヨークの連邦地検は、超毛トゥンの暗殺を計画した容疑で、ニューヨーク在住のミャンマー人の28歳と20歳の男を逮捕、訴追したと発表した。ミャンマー国軍と取引のあるタイの武器商人が、容疑者の一人にオンラインで接触。大使を傷つけて辞任させるため、実行者を雇う金が支払われたと容疑者は、説明しているという。 武器商人は、大使が離職しない場合は殺害するよう持ちかけ、容疑者が大使の車のタイヤに再行して、事故を起こさせ、大使を殺害する計画だったという。既婚で子供が二人いる。ありがとうございます。